オの番、気持ちがいいね。ガブガブガブ。俺様は超機嫌だぜ。ガブガブガブ。働け。今回はですね、仮面ライダーキバのライドウォッチになります。今日はこの他にもですね、ブレードライドウォッチも発売になっております。はい、こちらもね、後で動画出します。はい、今日はこちらの仮面ライダーキバ、キバライドウォッチを見ていきましょう。はい、ナジマ。はい、改めまして今日紹介するのはこちらでございます。はい、仮面ライダージオデラックスキバライドウォッチということで、こんな感じです。キバ知ってる？知ってるね。こんな感じ。あ、キバがさ戦うんだもんね。はい、こんな感じですね。キバが戦うんだよね。キバだからね。はい。パッケージ、これがキバアーマーなんだね。はい、かなりキバっぽい。このね、この辺のなんか感じなんかもキバっぽいし、肩にはキバとバット3世が半分になってくっついています。で、後ろ遊び方が書いてありますね。こんな感じでございます。はい、さあそれでは開封していきましょう。よっよっ、開封。おー、じゃん。さあこれがキバライドウォッチだ。はい、お、すごいね、黄色いよ。黄色いね。はい、でこっちはガンメタだね。ね、おー、かっこいい。かっこいい。はい、キバの絵柄になりますね。うん、はい、周りはこのような感じです。ね、上こんな感じですね。ね、いいね、かっこいいね。かっこいい。はい、キバのエンブレム、そして2008年ですね。もう10年前ですね。それじゃあね、絶縁シートを抜いて、抜くぞ。音声を確認していきましょう。はい、おぉ、キッパー。キッパー。ガブッガブッガブッ、嫌いだ。ウェイクアップ、受け継がれる力、ヴァンパイアのライダーは、キバだ。ウェイクアップ。君が世界に存在してる意味を知りたくない。じゃあ照明も消して箱を見ていきましょう。はい、それじゃあ時空ドライバーとも連動させましょう。はい、変身。ガブって言ったね。ね。じゃあ必殺技ね。フィニッシュタイム。キバ。ウェイクアップ。タイムブレイク。アーマータイム。
はい、じゃあゲイツとも連動させてみましょう。はい、必殺技。ちなみに本家仮面ライダーキバの変身音はこんな感じ。キバット。変身。ダメの鎖を解き放て、ライダーキック、ダークネスムーンブレイク、ウェイクアップ、よいしょ、ヒューってこうやってあの足の鎖を外すんだよ、こうやって。じゃあ本家キバの音声を踏まえてもう一回いきましょう。じゃあ時間切れ度にもね、装填してみましょう。はい。ああ、間違えた。間違えた。はい。改めまして。フィニッシュタイム。キバ、ギリギリスラッシュ。はい。時間切れ度に装填すると、こんな感じですね。うん。重モードにすると、こうです。キバ、スレスレシューティング。時間ザックスにも装填してみましょう。さらに、ユーミン。はい、そんなわけで今日はこちらの仮面ライダー、間違えた。はい、そんなわけで今日はこちらの仮面ライダージオデラックスキバライドウォッチを紹介しました。はい。キバットバット三世さん、今回のキバライドウォッチいかがでしたか。いいねー。ですよね。ですよね。はい、皆さんも買って遊んでみてはいかがでしょうか。いかがでしょうか。そんなわけで今日も最後まで動画をご視聴いただきありがとうございます。ありがとうございます。チャンネル登録、高評価、コメントお願いします。お願いします。おすすめの動画も見てね。そんなわけでプラコネンでバイバーイ。バイバー。10年の時を経て、昔の仮面ライダーのおもちゃが今の仮面ライダーのおもちゃにくっつくらしいのです。やっていきましょう。はい。さあ、いきますよ。
ついたけど特に連動とかはしないよ。